福田義幸は、日本の実業家。新興等資取締役会長等を経て、海外通信、放送、郵便事業支援機構代表取締役社長。和歌山県田辺市出身。東洋中学校、和歌山県立田辺高等学校を経て、1979年、一橋大学小学部を卒業し、株式会社日本工業銀行入校。 一橋大学陸上競技部出身2006年株式会社水保コーポレート銀行執行役員営業第15部長2007年執行役員証券部長2008年常務執行役員営業担当役員2010年常務執行役員コンプライアンス統括グループ統括役員検診差グループ統括役員2011年常務執行役員 コーポレートバンキングユニット統括役員、2012年株式、会社水保銀行常務執行役員、大企業法人ユニット長兼事業法人ユニット担当、2013年、水保証券株式会社取締役副社長、投資銀行部門長兼金融公共グループ長、2014年、新興投資株式会社取締役会長、 2015年11月に設立された官民ファンド株式会社海外通信放送郵便事業支援機構の初代代表取締役社長に就任。一般社団法人国力倍増塾常任理事、特定非営利法人ふるさとテレビ顧問等も務めた。ありがとうございます。